ワウスクイーン。あ、ガラガラの液晶ですね。すごい。24番です。おはようございます。おはようございます。どうぞ。1番が残ってますね。ほい、はい、2番。2番です。ありがとうございます。最終号になります。2番だって。2番、はい、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。さて、本日は香川県高松市にございます、こちらグランド三谷店さんにやってまいりました。で、打ちたい台もですね、狙えそうな機種もかなりある中で、まずは2番という早い入場ができますので、これはもう何でも座れるなというところで、まずは実戦前ではございますが、いいスタートが切れたんじゃないかなと思っております。久しぶりの香川実戦、初実戦ホールで街道日記連敗阻止となるかどうか、今日は好成績を残したいという気持ちで挑んでまいります。それでは審査の街道日記第517話、よろしくお願いいたします。あ、今お預かりします。はい、おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。これだけ早い番号で入場できてますので、ここは最新台を取ります。コードギアス反撃のルルーシュ R2 です。よろしくお願いいたします。朝からコードギアスに座るのはこれで2回目になりますね、街道日記。しかし街道日記の中ではこのコードギアス、そんなにきついな、苦しいなという展開がこれまでないですので、まあ当然今日も連敗を止めて、できればまだ導入されて間もない期間で大きな枚数出したいですね。やはりコードギアスといえば、この R2 においてはですね、デロレクイエム、これなんですよね、見たいのは。特殊 ART、 上位の ART、 まだ自身で見たことはありません。さあ、ここはギアスペリプレー出現でボーナスチャンス、ミッションです。まだ詳しい情報出ていないですけれども、ギアスペリプレーの役割は、まあ、ボーナスの抽選もありますけども、やはり内部的なギアスポイントの獲得、これには期待していいんじゃないかと思います。さらに、あ、当たった、ボーナスでした。さあ、今日最初のボーナスはギアスメリプレイからの当選となります。レギュラーボーナスですけど、早い当たりでしたね。現在投資の方は200枚、ゲーム数は開始78ゲーム。さあ、参りましょう。レギュラーボーナスのスタートです。レギュラーボーナスというリプレイが4回以上成立するとリベリオンアタック、そしてブラックリベリオンのチャンスとなりますが、4回なら、リベリオンアタックは確定ですね。5回以上なら ART までついてくるというレギュラーです。さあ、レギュラーボーナス中のリプレイ揃いは1回のみという結果でした。この後はもちろんリベリオンアタック突入に期待します。休めリプレイです。リベリオンアタックには本当に期待できそうですね。問題は ART を迎えられるかどうか。ART が遠く苦労するという実戦は結構見てます。なので早めに ART がつかめれば嬉しいです。さあ、ここもバトルに突入となりますが、この後ですね、リベリオンアタック突入となるかどうか。いきなりギアスラッシュですか。
え、早くないですか。リベリアンアタックないのか。おー、ちょっと朝から隣の台が中段ジェリーからのギアスラッシュ、いいものを見れました。いいな、この時間にギアスラッシュはいいですよね。いくら立ててもしっかり消化できますよ。今回はギアスラッシュ、まあ、前作よりも確率は軽くなってるんですよね。とはいえ32000、朝から行くなんてすごいと思いますよ。おー、びっくりした、リールロック、こっちも来い、ギアスラッシュ。そう簡単には来ませんね。さあ、ここはリールロックでベル、逆に熱いと思います。リールロックが発生した時点でボーナス期待度は確か約 50% という台でしたので、あるじゃないですか、ボーナス。できれば青ならが欲しいですね、当たるのなら早めに。はい、2回目のボーナスはハイパービッグです。レギュラーが終わって89ゲーム、投資が現在250枚ですから、まあ、これで使った分くらいがボーナスだけで戻ってくるということになります。そして今のハイパービッグ重複はベルですね。さあ、行きます。いやー、嬉しい、早い段階でレギュラーの後、さらに早い段階でハイパービッグ。今日は右の台が開始直後にギャスラスト、素晴らしいスタートを見せつけられましたからね。そこを超えれるかどうか分かりませんが、まずは ART 突入して状態的に並びたいですね、右の台と。カットインはよく来ました。しかし、シーズンゾロイはなく、ここでは ART はまだ非挑戦という結果です。さあ、今ボーナスが終わってからの捨てちゃい背景は赤でした。ここはもうオリベリオアタック、全長中の可能性がかなり高いんじゃないでしょうか。先ほど1回目のボーナスはレギュラーでした。その後もリベリオンアタック突入、しかし AT 当選ならずという、あと早い段階でのビッグ。再びここがリベリオンアタックなら、今度は捕まないとダメでしょうね。これだけ展開が訪れている中で物にできない時というのは、その後が不安ですから、まあ、しっかり早めに ART までは突入させたいボーナス5です。さあ、ミッションエースは失敗、そしてここはリベリオンアタック、本日2回目の突入となります。先ほどは結構ですね、カレンが出てきたり陣形が変わったりチャンスパターンありましたが出れず、さあ今回はどんなリベリオンアタックになるか。まずは玉木登場です。あ、いいですね、玉木攻撃与えました。さあ、早い段階でバトルパートは2回目。あ、ここ赤いですよね。あ、いつも赤いのか。玉木か。いや、でもこれ玉木今日調子いいですね。レア役です。さあ、スイカです。リベリオンアタック、先ほどもいくつかのレア役ありましたが、今回はスイカ、そして次がファイナルアタックとなります。カレン来い。あ、ギアスでリベリオンも来た。ここチャンスですね。これで3ゲーム連続玉木も結構珍しいパターンと思いますけど、あー、当たった。 ART 当選、さらにこうボーナスの可能性もあります。
早い当たりでございました。ボーナスが終わって29ゲーム ARD はひとまずこれで確定と、あとはボーナスに当選しているかどうか。さあボーナスではありません。ここはブラックリベリオガール2、今日最初の ARD 当選となります。早かったですね、よかった。初期投資は250枚です、ARD 当選まで。しかし持ち込みの方が200枚ほどございますので、ボーナスが1回絡めばプラス1件ということになりますね。あ、来た。さあいきなりここはバトルピース1つを獲得となりました。そして1セット目、ここは夕方ステージで高確率ステージのチャンス。内部的な状態というのは一つ十字に決まっておりますけれども、それをこうやってステージで示唆していくと。1セット目はバトルピース獲得に期待したいセットですね。あ、チャンスだ、レア役の。さあここは追加です、バトルピース獲得のチャンス。やはり3つ4つこれぐらいで継続バトルに行ってしまうと終了のピンチとなります。あ、ここもレア役、今日はレア役が引けますね。チェリーです。さあここはスイカ、そして今チェリーを引いて2つのバトルピースを獲得、これで5つとなりました。1セット目今のところ順調ではないでしょうか。さらにチャンス演出が続きます。当たってるんじゃないですか、当たってるんじゃないですか、これ。あ、バトルピースか、6つ目。1セット目は残り2ゲームとなりました。最初のギアツバトルはバトルピース6つを抱えてのバトルとなりそうです。いや違う、その前にここはチェリーチャンス目、そしてバトルピースが7つ目となります。ギリギリで1つ増やすことに成功しました。あ、これラスト0ゲーム続いているということは今のチェリーチャンス目ボーナスのようですね。ARD に入って1セット目、いきなりここはボーナスとなります。いいスタートになってるんじゃないですか。今日はここはどうやらレギュラーボーナスのようですが嬉しい当選です。さあ1セット目、はい、2回目の一色揃い、ここはギアスバーストとなります。現在バトルピースが7個、継続バトルを前にさらに獲得のチャンスです。リプレイ引きたいですね。ここはベル、これでバトルピースは8つ目。9つ目をゲットです。よし、さあバトルピースはこれで10個目となりました。1セット目いいですよ。さらにリプレイ11個目。土壇場1セット目継続バトル直前のチェリーチャンス目からギアスバースト、そして合計11個のバトルピースとして継続バトル。あ、しかもそっか、ボーナス引いたんで準備中から始まります。こういう準備中は嬉しいですね。まあ、準備中といえば持ちコインがちょっと減るイメージがある ART 多いですけれども、ここはもう準備中、バトルピース獲得の高確率ですから、ギアスメリプレイをたくさん聞いて1セット目を終えたいところです。さあ、バトルピースは合計12個となりました。そして1セット目はラスト1ゲームからのリスタートとなります。そしてギアスバトルですね。さあ1セット目はボーナス、そしてバトルピースの獲得を順調に得ることができました。ここはジノ、あ、いきなり200ダメージチャンスですよ。ここは
そしてギア締めリプレイということは一撃チャンス 25% 決まりです。決まりました、一発です。これは大きな勝利になると思います。バトルピース10個残しての2セット目ですから、 ARD に入ってからタイミングよくリアク来てますね。さあ2セット目参ります。もちろん通常の ARD を重ねていきながらボーナスを引いてこちらの獲得枚数を増やしていきたいところではございますが、目指すところはゼロレクイエムです。全てはゼロレクイエムのために重ねていきたいです。 ARD もボーナスも。さあそれではバトルピース10個を抱えて2セット目のギアスバトルに突入です。ここはアーニャですね。ここもチャンスです。さあアーニャ絶対に継続させたい、させたい対戦相手。250ダメージです。1ゲーム大きいですね。さあこれで1ゲージバルバル減らしました。50ダメージ、あと250ダメージ、決めたいな。ここで50か、ちょっと微妙かも。50。さあアーニャのゲージはあと150、バトルピースはラスト1個です。50か、撃破できず。ちょっと2セット目10個のバトルピースあってアーニャ撃破できなかったというのは残念ですね。しかしここからがジャッジです。ファイナルバトル、ここは耐えてくださいよ、ポーズキさん。さあ、レア役です。そしてジャッジです。継続は大丈夫と思いますけどね、レア役もありますし。はい、継続はいたしましたが、バトルピースは使い切っての継続。ちょっともったいないバトルでした。それでは3セット目に参ります。さあ3セット目バトルピース獲得はできませんでした。バトルピース0のままギアスバトルに入ります。そしてビスマルク、ちょっとここはもうまあ保証の1個ですけれども、1ゲームでギアスメリプレイを引いて 25% に当選するか、あるいはもうレア役を引いてボーナスを掴むか、1ゲーム勝負です。ここさあ1ゲームギアスメリプレイです。 25% あー引けたんですが、ここで受からず、あ、しかし追撃来ました。追撃中にギアスメリプレイもう1回くれば今度は 50% です。あ、チェリーだ。あ、でもチェリーは武器破壊どうなります。ここおう、武器破壊成功、しかも500ダメージ。勝利ならエピソード、勝利ならです。さらに追撃、これはちょっと1個のバトルピース頑張ってますよ。ギアスメリプレイ来い。これで50ダメージ。さあそしてファイナルバトルですね。ダメージ1ゲームのこの1個のバトルピース検討しましたが、継続になれば嬉しいですね。さあここがジャッジとなります。あー残念、さすがにバトルピース一つでビスマルクを倒すのは容易ではなかったですね。しかしこのバトル結構ドキドキしました。はい、本日1回目のエアリティはまだ終わっていません。継続です。しかも今武器破壊を行いましたので、ここはエピソードからの3セット目ですね。
トルピース1個でビスマルク元気走ってましたよ。そして3セット目は武器破壊からエピソードですから、この後は夜ステージか新規のステージと、バトルピースの高確率ステージとなります。3セット目これは嬉しい継続です。今日はちょっと調子がいいです。さあこれでエピソードが終了です。そしてここからは3セット目突入となります。バトルピースはここもゼロからのスタート。しかし今回は夜ステージですから、消化中にバトルピース獲得のチャンスとなります。さあゲストリプレイ来ましたね。ここでバトルピースを獲得となります。1つ目、そして獲得枚数は500枚を超えました。やはり夜ステージ、通常のステージとはギア、バトルピースの獲得率が違います。これで3つ目、安めリプレイから一撃チャンス決まりました。これで4セット目に突入です。とりあえずここは ARD 中のビッグ苦しいです。行きました、クリアしました。4セット目ちょっとここはダメかと思いましたが、まだ終わっておりません。ラスト2ゲーム、今日はこの ARD2 セット目でのバトルはバトルピース0からの勝利でした。そして5セット目、再びバトルピースはゼロのままギアスバトルに突入です。ジノが出てきておりますが、1ゲーム勝負、そう何度もうまくはいかないと思います。しかしここ1ゲーム勝負ですから、レア役かギアスメリプレイか期待します。はい、50ダメージでしたね。さすがにこのバトルは厳しいバトルでした。結果的に今日1回目の ARD は5セット、獲得枚数は840枚、良かったと思います。投資も250枚と抑えておりますので終了です。いやーちょっともう本当にハラハラする楽しい ARD でしたね。今の ARD はあとは ARD 終了後リベリオンアタックの突入抽選が行われています。引き戻しなるかの終了後です。こういう機種案内って嬉しいですよね。新台が入りました。そしてこのコーナーにはコードギアス反撃のルルーシュ R2 がありますというだけではなく、今回の ARD 機はこのようなゲーム性、 ARD の特徴、本当に要点だけをまとめて書かれているという分かりやすい案内、非常にいいと思います。素晴らしいですね。こういうのを見ると機種案内だけじゃなくて、あ、接客ができている、ポップに手をかけている、それだけじゃなく本当にスロットを好きな方がいるんだなって、本当にパチンコが好きな方が多いんだなって、そしてこういう手間をかける作業を一生懸命される方がいらっしゃるということですね。なかなかこういうことできませんよ。あのね、やれって言われてできることじゃないんですよ。やりたいって言わないとできないレベルのことを普通にされてるっていうのがすごいんですよ。いいですね、グランドさん。ゲーム数は105ゲーム、順調にボーナスをいけてますが、持ちコインはこれで1000枚ほどとなります。さあ一発目のバトルはここは真空登場です。チャンスキャラ、さすが真空、追撃も来ました。真空とカレン、1回目のバトルからもうこの陣形はチャンスですね。さあバトルパート2つ目、あ、
バトルパートは基本的に3つなんですけど、2つ目でいきなりここファイナルアタック来ました。砂漠登場ですが、 ARD ノーコーというバトルになりますね。あ、え、ファイナルアタックって出ましたよね今。これも当たりでしょう。あれ、ダメなのか。はい、当たりです。さあ、これで2回目のブラックリベリオンガルツ ARD が当確となりました。しかも1回目の ARD 終わった時よりも持ち込みは増やしてます。900枚以上持っての ARD です。おそらく獲得枚数も引き継いでるんじゃないですかね。 ARD 間短いですから。先ほどはバトルピースがゼロのバトルが途中2セットありました。まあ、かなりどこで終わってもおかしくないぐらいハラハラとバトルをなんとかクリアしての5セット継続。今回は少し安心のできる ARD 消化したいですね。みんな大好きかぐや様ですね。さらにギアスメリプレイではなく、ここはチェリー、ミッションに行きましたね。チェリーは通常チェリーですが、さあここはバトルピース獲得のチャンスです。ボーナスの可能性もあるかもしれませんね。たまたまこのタイミングで外れが出ただけか。外れが続いておりますよ。ほら、1セット目チェリーからのボーナスです。ARD に入ってからが今日いいですね、本当。ビッグボーナスなら1000枚オーバーとなります。ビッグボーナス赤なら揃い、そしてそろそろシーズン揃いも欲しいボーナスです。単発を回避するためにはやはりバトルピースが必要です。そういった中でのビッグボーナスは本当に助かりますね。現在バトルピースは3つ、これをどこまで増やせるか。シーズン揃いはありませんでした。バトルピースを1つ獲得して2回目の ARD 中は最初のボーナスが終了となります。さあ、これで5つ目のバトルピース、いきなりギャスメリプレイ出現です。6つ目、1セット目のバトルピースは合計6つですね。6つを抱えての継続バトル、ギアスバトルに突入です。さあ、まずは最初の対戦相手、ここはジュノン、ビスマルクではなくてよかったです。これで相手のゲージはあと500、しかしバトルピースは残り1つ。これで終わりか。さあ、撃破することはできませんでした。あとはこのジャッジメントに期待するしかありません。ジャッジ、単発は回避しました。2セット目に突入です。しかしここもバトルピースはゼロからのスタート、こういう状況が多いですね。今日は継続しただけでも良かったです。今のはさあ、2セット目は夕方ステージからスタートしてますので、高確率のチャンスとなります。バトルピースはこれで7つ目。
赤ですね。残り2ゲーム、ここは何でしょうか。レア役ですね。スイカです。当たってないかなこれ。ミッション、そして、キャスメリブレーも成立してます。あ、暑いですよ。演出は暑い。セルテックスイカでしたけど、もう当たってますよね。ラストゼロゲームで継続してるので。スイカ当選ボーナスです。2セット目、1セット目もボーナスありました。この2セット目もボーナスです。めちゃくちゃいい流れですね。しかもバトルピース7個持ってのボーナスなので、さらに増やしてギアスバトルとなるでしょう。さあ今度のボーナスはギアスバーストでございます。ちょっと箱にコインを入れます。ギアスバースト中は出るでもバトルピース獲得のチャンスとなります。これで8つ目。ラスト1回くらいリプレイも欲しいな。ベルク、しかし2セット目ゲームバトル直前のボーナス当選、ここでバトルピースを増やせたというのは大きかったです。さらに準備中、レア役1ゲーム目、レギュラーが終わって1ゲーム目、バトルピースは獲得なかったですかね。それとも発動した後に来るのでしょうか。 ARD が11個目です。オーデーカープッシュ、そしてビッグ、見せてもらおう。よし決めました。継続です。はい、これで終了になりますね。しかし獲得枚数はこれで1回目の ART の引き継ぎですが1705枚、良かったと思います。ゼロレクイエムまではたどり着けませんでしたが、タイミングよくボーナスも引けておりましたし、楽しい ART でした。終了です。はい、本日はグランド三谷店さんですね。カイド日記では初収録のお店となっております。今日は朝から抽選番号2番という早い番号でコードギアス R2 実践しておりますけど、まあいいですね、いいですね、いいですね、好調じゃないですか。今日はコードギアスボーナス、そして ART がハマりなく引けてるっていうのは本当に面白いです。まあ、欲を言えばキリがない、もっともっと迎えたい展開というのはあるんですけれども、今のところ順調です。あとはさらに高みを目指して大きな ART にできるかどうかはこの後の展開次第ということで、よかったです。今日はギアスに座れて戻ります。これでブラックリベリオン R2 に再び突入です。早いゲーム数での引き戻しでしたが、ここは継続ならず1セットで終了となります。さあセリー2つ目、ART 終わってまだここはクレジットでゲーム2を消化しているところです。 ART 当選が3回あるというのはいいんですけれども、 ART 間でもボーナスを引けてたので減らさずに済んだんですよね。さあここも3回目の ART が終わった直後、ボーナス当選のチャンスです。
ロックを伴ったジェリーチャンスへ。さあボーナス当選ですね。ここは右上がりベル、クレジットでの当たりです。3回目の ART が終わってゲーム数は、88ゲーム、これは ART ゲーム数を含んだゲーム数になります。ここはレギュラーボーナスからリベリオンアタックをつかめるかというところ。早くもリプレイが2回。さあこれで3回目のリプレイ成立です。あと1回リプレイが来ればリベリオンアタックは確定となります。おう4回目、さああと1つ、あと1つリプレイいければ今度は ARD 確定です。リプレイ成立は4回でしたが、まだここは獲得枚数引き継いで再び ARD のチャンス到来です。演出は強い演出きましたね。天使を救え、これそのまま ARD とか行ってくれるかもしれませんよ。リベリオンアタックじゃなくこれ ARD 期待していいんじゃないですか。天使を救え、残念リベリオンアタックですね。さあここは1回目のバトルパート、カレン登場チャンスです。ダブルアタック、さあファイナルアタックのバトルパート、1回目はカレン、2回目はシンク、そして3回目はシンク、カレンダブルで登場です。初めてこのブラックリベールで最初から2人っていうのが出てきました。さらにレア役もここは成立していますね。滑りチャンスです。 ARD は確定です。4回目、今のは引き戻しではなくレギュラーボーナス中のリブ4連から当選ということになります。さあ再びここは獲得枚数を引き継いでの ARD、 途切れることなくかなりいい流れが続いております。さあこれで8つ目のバトルピースとなります。そして1セット目のギアスバトルに突入です。バトルピースは8つ。さあここでビスマルク、8つあっても決して安心できる相手ではございません。50ですね。150は大きい。これで一気に150、150、50で350減らしてます。あーベルカ検討してますよ、ビスマルク相手に。ここは50、さあラストです。100を減らしてバトルピースはなくなりました。さあ勝利なるか、単発回避なるかのバトル。継続です。2セット目突入でございます。さあそしてこの2セット目も夕方ステージからですね。先ほど1セット目ではバトルピース4件獲得できました。
ここはゼロからのスタート欲しいです。できればボーナス欲しいですね。継続はありました。継続です。撃破です。一気に450ダメージ。ここできました。一撃チャンス。もうバトルピスターありません。ダメなのか。あ、次来た。しかもここ紫波来てます。来ましたね。これでバトルピスター使い切ったものの、再びアーニャ撃破で6セット目突入です。ボーナスが来ればバトルピースの獲得も可能性できありますし、ビッグならスペシャルピースの可能性もあります。残り20ゲーム、強烈なレア役来い。さあここはチャンスですね。追加です。あ、でもここ熱い。さあ追加当選の可能性がございます。当たってるでしょうね。さあ6セット目、バトルピースは1つしかない中でここも厳しいバトルに行くのかと思いましたが、はい、ボーナス確定でございます。4回目の ART に入ってからは初めてのボーナス当選となります。そしてビッグ、非常にいいタイミングで来ましたね。ビッグボーナス、欲を言えば今日はまだ一度も獲得できていない SP ピース、スペシャルピース、シーツを揃えてぜひ獲得したいです。そしてもっともっとゼロレクイエムに近づきたいです。ギアスメリプレイ成立が1回のみというビッグでした。しかしこれで獲得枚数は2315枚となってます。あとは次の ART スタートまでの準備中ですね。ここで増やせれば OK です。ルルーシュの目が開きました。チャンスなんでしょうね。出目は外れですね。おお、当たった。準備中でボーナス当選。そしてここもビッグボーナス。やはりこの4回目の ART、 かなり劣勢のバトルを繰り返し、残り1個というところで継続を重ねた後来ましたね、この展開が。え、青、あ、ギアスメリプレイですね。先ほどのギアスメリプレイ当選ということですね。ちょっとかっこよすぎますね、コードギアス。見てよかったなって思いました。いきます。さあ7セット目のギアスバトル。残念、ここまで。そうですか、やはりゼロレクイエムは遠いですね。そう簡単に迎えることはできません。しかしこれで1回目の ART から獲得枚数は全て引き継ぎ、
2592枚という結果になっております。収支的にも2000枚以上のプラスできましたね。よかったです。さあ、あとは ART 終了後チャンスゾーンの引き戻し、リベリオンアタックの引き戻しも今日は何度かあります。通常時のステージは夜に近づくほどチャンスです。十分でしょう。コードキャスで2000枚以上のプラスが出せれば交換します。はい、実戦終了です。今日は朝からかなり抽選番号、早い番号引けましたので、寝台のコードギアスに向かいました。そして結果的には250枚の投資から ART 突入4回すべて獲得枚数を引き継ぐという流れで2577枚の交換となりました。前回前々回苦しい実戦が続いた怪盗日記ですけれども、久しぶりのこの香川実戦で連敗を止めることができ、そして最新台で2000枚以上のプラスが出せて本当に良かったなと思います。次は518は大分実戦ですね。ここは連勝の怪盗日記となれればなと思っております。以上、審査の怪盗日記第517話でした。次回の怪盗日記は、当たりは軽いが全く伸ばせない審査、深追いした先に勝利はあるのか。次回、審査の怪盗日記第518話、勝利の秘訣、次回もよろしくお願いいたします。